ハロー、山県チューブ。はい、えー、今日もね、えー、北海道編、えー、になります。えー、前回、えー、カナプロ上がって、DDT 上がって、ねえー、グラバカーライブ、えー、第2戦、旧山宮選手との試合、えーまあ、そこから引、ね、退試合、ハードヒットまでのような話を、えー、しましたが、 今回はですね、その引退試合のね、前に、えー、2013年、えー、You Spirit Again、金原さんのね、引退試合のね、えー、試合ですね。そこに、えー、私は上がっております。えー、金原さんの自主興業は以前にもね、その前にもやってまして、それを私あのー、 店やってて、あの、サムライ TV かなんかでね、たまたま見てまして、あ結構いろんな U のね、選手関係の選手上がってて、おいおい、俺、呼ばれてねえよっていうね、ことずっと思ってて、いろんなところであの、やっぱ俺嫌われてんだなーっていう話を <laughs> しながらですね、えー、こう、苦戦を張っておりまして、ある時、 えー、柿原さん関係の、うん、イベントだったか、えー、あ、カナプロだったかな。カナプロでね、ご一緒させてもらった時に、ちょろっと、えー、金谷さんに、金谷さんやっぱり僕のことを嫌って、 僕、あれ、出たかったんですけど、つって、寂しかったですね。こうお声かからなかったんでって話をね、させていただいたら、いや、そんなことねえよと、嫌ってねえよみたいなね、感じだったので、というのもね、結構いろんなとこで金谷さんの昔のね、僕のあの、ブレをね、あの、ぼやいてらっしゃるっていうね、えー、お話がいろんなとこからこう入ってきてましたんでね、私はせっきりね、 ああ、嫌われてんだなぁと思いながら、こうね、ちょっとこう、ちくりこうかめ、金原さんに言っておりました。したらですね、えー、それからね、しばらくして金原さんがね、引退されるということで、えー、なんと、私にね、金原さんからじきじきにお声がけがございまして、えー、俺の引退、俺引退することになったんだよと。えー お前、ちょっと出てくれないかな、ということで、ええー、ね、あのー、僕は、そういう感じで出ることになりました。まさかまさかのね、あのー、金沢さんの、ね、引退試合に出れることになりました。はい。で、まあね、あのー、私の試合の相手は高橋良樹選手。一食いよしええー、ね、藤原組パンクラスのね、あの、高橋選手ですね。 えー、USC もね、あの、バリッジ・イズマイルとね、その昔、えー、私が USC 上がる前にね、えー、出て試合をされてた方ですね。あの、僕は U インター時代、あの、高橋選手が、えー、USC 上がるのにね、心を踊りましたよね。うちからはあの、ダンスバーンとかがね、上がってましたけど、パンクラスでね、日本人でおーっと、バリッジ・イズマイルとやる選手がいるんだと。 えー、俺もやりてえなぁなんて思いながらね、こう見守っておりました。で、えー、まあね、そのいろんなね、こう、これまでの私の動画を見ていただいてれば、ね、私の1999年、USC ジャパン撮った時も、えー、ね、えー、過去名とかね、<laughs> そういう話題の方ですよね。 で、そんな人と、えー、金谷さんの引退試合に、えー、試合をさせていただくことになり、まあ、大変恐縮で光栄なことでございました。で、えー、よくね、聞かれるんですけど、あの、あれはプロレスですかと、えー、格闘技ですかと、えー。実際あのメインのね、金谷さんは近藤選手とね、えー、UWF ルールで、 小艇、えー、でレガースつけて、えー、エスケープありのルールで、えー、ガチをね、えー、最,後の最後の門出にしましたよねであれは結構ねあの一部話題になりましたねその他はねあのまあ一部そういう,うガチの試合がありましたが大体いいプロレスのねえー、流れ の大会ですよねでまあ、僕らはそのパンク片谷近藤陣営はパンクラス勢がセコンドについてえ金原さんの陣営はユインター勢がねセコンドにねこうついたわけですね。で途中金原さんがねあの鼻血をねえ流し始めて、えー、で。 あ結構あれだなと思って、まあ、いいね、あのー、バチバチのお互いね、気持ちのこもった、いい試合だったと思うんですけど、まあ、金原さんと近藤選手は、なんか総合でもね、一回ね、えー、どこだったかな、ディープだったかどっかでね、やってて、判定で負けてたのかなんかで、まあ、金原さんはどうしてもね、やりたいということで、あれは結構あのー、面白かったですよね。で、試合後にですね、あのー、金原さんの、 関係者が誰も、あのー、ね、鼻血被害、試合後だったかな試合の途中だったかな誰もね、鼻血をね、あの、拭く人がいなかったんで、僕はいただいたあの、記念 T シャツ着たばっかりだったんで、僕もね、うん、てっきり誰か持ってるもんだと思ってたんで、タオル誰も持ってる人がいなかったんで、とっさにもう、ね、かっこ悪い姿をね、 お茶の間にこうね映像クルーも入ってましたから,から、ね、せっかく最後の金原さんのねあの門出にそんなあのー、鼻血まみれの姿をね見せさせながら何かやらせるわけいかなかったんでとっさに服脱いであの T シャツ脱いであのー、真っ白のね、あのー、その時の T シャツを金原さんに持ってってすぐこう鼻血を拭いたんですよね。で 僕の T シャツは金谷さんの血まみれになっちゃったんですよね。で、まあそんなこんなで、まああの、そういうアシストを僕はしたんですけど、後日あの、ね、ちゃんと、奥様かな、やっぱり、ちゃんとあの僕にその、新しい T シャツをベッドね、送っていただいて、今でもね、たまに、えー ね、来たりしてます、はい、あの動画でもねたまに来てるところあの皆さんね見せ,てた見せてるんじゃないかなと思いますはいで、えー、僕の試合よくねあれどっちなんですかみたいなね聞かれるんですけどあの高橋さんともね試合ねあの僕はあとロストポイント1回取れば、えー、っていうぐらいなところまでいって で僕が最後、KO 負けしたみたいなね、感じですけども、あれは、あのー、見る人が見ればね、えわ、ー、かる試合でございます。ただ、ウィキペディアではね、あのー、なんか、相互の戦績の中の、負けの中に入れられてたりとか、シャードックさんなんかもね、そういうの,あの入ってたりとかね、いい加減ですよね。あの <laughs>、ま、その辺はね、 まあ僕からしてみたらあの全部総合もプロレス的なところがあるんでまあいいんですけどまあ本当まあいい機会なんでね僕の,あのプロレス道とかガチ道とかそのシュート道とかねそのなんかそういうプロレスと格闘技の,その僕の。 何て言うんですかね、こう感覚をですね、ちょっと皆さんにお,お話ししたいなと思うんですけど、まずあのー、ね、えー、競技総合、競技総合ね、寄りの、えー、人とかね、プロレス寄りの人ってい,いますよね。で、パウンドがありとかなしとかでもね、違ってきますし、あのー、ただのガチなのか、 競技命名なのかね。また NHB、えー、ね、何でもあり、えー、なのか。まあ、この中にはですね、いろんなことが含まれるんですけど、例えば体重がね、ちゃんとしてないとか、ドーピング検査がちゃんとしてないとか、ルールが、えー、ね、しっかり統一してないとかね。まあ、あと、異種格闘技戦的なところも、この辺に私の定義の中では NHB なんですよ。はい。で、 競技よりの総合 MMA があって、プロレスよりの、えー、エンターテイメントがあって、えー、NHB、ミックスの NHB があるみたいな。で、えー、まあ、競技性のエンタメか、プロレス、ねえー、ミックスなプロレスかとかね。そんな感じですよね。で、UWF は、 えー、競技化もできる可能性を秘めてますんでエンタメでもあの、ねえー、そのいいですけどその競技その金谷さんが、えー、名イベントで見せたようなあの、ね、可能性が十分あるなというのはあの見た人は分かっていただけるんではないかなと私は思っております。はい あの誰かねコメント欄でねそのどういうルールが UWF 令和 UWF はいいのかっていうのをねちょっと一回そのあの通、ー、見て,てくださいみたいなのがあったんで、あのー、その辺にもねあのつ,いつ,い、あのー、つながってくることだとは思うんですけどえー、ねあのー、本来プロレスはですねエンタメ寄りなんですね。 で、体を使った我々は、あの、レスラーは演者なんですね。で、戦うべき、本来はですね、戦うべき、えー、まあ、相手というか、ものは、あの、エンタメ界なんですね。で、競技である格闘技界ではないんですね、本来ね。ただ、その格闘技の中の最強を歌、最強を目指すんだというふうに歌ってきた UWF は、ちょっとこう、ね、 あのー、そっち寄りなのでどうしてもそっち関係の,その、えー、対抗意識、えー、みたいなのも、えー、出てきました出てあそういうふうな感じでしたはいで真剣にやってるんですけど我々どんなプロレスラーもあの競技かと言われたら、あのー、競技ではないと、えー、これは。 えーね、あの私は言います、はいあのー、競技であったら、ですト、ねあのー東スポ以外のスポーツ新聞にも毎回、あのーえー、結果が出ますんで、えー、そんなことは、ですねもう、党の昔から、えー、そういう感じでや、ね、あの世の中の仕組みをちゃんと見ていただければ分かる話だと思うんですよね。 えー、ましてやちゃんとした新聞には一切載るわけはありませんね相撲とかだとね載りますけどねはいでえーね、だからといって真剣にねはやってるわけですねはいでプロレスラーは体を張ったねエンタメなのでね、えー、プロレスはね職人芸なんですねプロレスラーはでむしろ超人でなければできない えー、職人芸なのなのんですねだからあのサーカスに僕はねちょっと近いと思うすサーカスでもあの体を張ってねあのブランコなんかでもちょっとこう油断すると落ちちゃうし猛獣、えーね、使ってなんかショーをやったりとか火を使ったりとかってああいうのだってあのちょっと一歩間違えたら命にかかりますからね。なのでそれがまあ えっと、格闘技色強い UWF はサーカス、サーカス色が強くないというね、えー、感じなんだと思います。で、えー、UWF は競技よりのプロレスなので、強さを追求した最高のプロレスを目指しました。で、その他のプロレスは強さを度外視し,した最高を目指したプロレスという感じで、私は分けて、 で競技を目指したプロレスプロレスこそ格闘技の最高峰であるということを目指したのが UWF だから未だ UWF は何だったのかと魅了されるんだと私は思いますでプライドがでもあれも俺から言わしたらプロレスなんですよね で、総合もプロレスよりか、えー、競技よりかがあります。今のライジンもそう。えー、ね、あの、競技より、えー、昔のね、プライドよりは、まあ、競技よりにはなってますけど、っていう感じですよね。で、えー、そしてですね、えー、今、現在の UFC はですね、私は、あの、競技だとね、アスリート競技だと思います。 えー、まあ、私が出てた頃とはね、大きくね、本当に違うんでね、あの、階級もちゃんと分かれて、ルールも整備され、えー、ドーピング検査もですね、えー、薬物検査もうるさいですし、えー、本当にしっかりとしたね、競技になりましたね、コミッションなもありますしね。で、 その今、USC がベースとなり、全世界に MMA ブームが起こり、えー、そこを基準とした、えー、ルールだとか、いろんな基準の整備が、まあ日本もそうですけど、えー、行われていったということなんですね。まあ、シュートさんとかなんかも、ね、最初、まあ、日本が、MMA がこう、リードしてたとしても、 やっっぱりまだ成熟されてなかったんで,でも USC のおかげで USC がメジャースポーツになってくれたおかげで、えー、統一規範ができましたねそれに合わせて、えー、ルールだとかそういうのも若干シュ,あのシュートさんでも変えていったということがありますよね階級もそれに合わせた階級に変えたりとかね、まあ、昔はもっと細かくありましたけどそれを撤廃して。えー USC の流れに合わせていきましたねただ今、ワンが出てきたんで若干ワンも、あのー、競技なんですけどもルールがちょっと違うということなので、まあ、そこも今、えー、合わせながら、えー、手探りでこう日本は、えー、やってるという感じですよね、総合の方は。 でですね、えー、まあ、僕が出てた頃の UFC はですね、私の定義から言ったら NHB なんですね、えー。あれもプロレスの、私からしたら一種で、えー、だからプロレスっていうのはですね、奥が深いんだと私は思います。で、真逆にね、えー、デスマッチがあるという。で、僕の感覚としては UFC プライド、 があって、こっち側にね、こっち側に。で、UWF があって、で、新日ストロングスタイルがあって、王道全日本プロレスがあって、ルチャがあって、ハードコア。というような、私は、あのー、まあ、イメージなんですね。面白くないですか、これ。で、えー、私はそのプロレスラーとしてですね、創世紀の、 えー、総合と言われるような、えー、世界。えー、ね、UWF からのガチ、リングス、まぁ、あ、UWF、キングダム、リングス、えー、UFC、えー、プライド。ね。で、まあまあ海外での試合の経験もありますけど、まあそういったものがですね、全部その、僕がやってた頃っていうのは、何も成熟あのー、うん 何て言うんですかね、こう、成熟されてなくて、創世期だったんですよね。なので、もう、むちゃくちゃなんですよ。ということは、むちゃくちゃということは、僕にしてみたら、プロレスの延長線上にあるものなので、プロレスなんですよね。なので、その辺のところが僕の感覚なので、あの、なんか、こう、聞く人が、わかんない人が、あの、ざっくり聞くと、 あの僕はプロレスを批判してるんじゃないかみたいな、えー、ことを思われるところもあると思うんですけどちゃんと僕のこの辺の話をすですねご理解いただければあの僕のこの発想だとか喋ってる内容が辻褄が合うと思うんですね。でいてじゃあだからといって僕はただただその業界を批判したしてきたのかとかっていうんではなくて僕が、えー、生きてきたプロセスがたまたまその。 競技寄りの方のプロレスだったということでそこが創成期でいろんなね、あのー、ことがありましたよというお話をさせていただいてて今総合も競技に、ね、なったし選択肢ができたよとだけど、えー、UWF は一つのねさっきの僕の言った定義から言ったらルチャも別にあるわけですよ反対側にはでハードコアもあるわけですよ ね、だから UWF やその NHB があって何が悪いんですかっていうのが、えー、僕の感覚なのでございます。そんなようなことをですね、あの今日の金原さんの U スピリットをね、えー、語りながら、えー、ふと思い出して、ああ、いい機会だなと思ったんで、一度その辺のこところをですね、 あの、深掘りさせていただきました。私の感覚ですけどね。はい。で、えー、余談なんですけど、あのー、金谷さんは、あの、大会の前に、あのー、僕をわざわざですね、車で、あのー、泊まってるホテルまでピックアップしに来てくれて、会場入り、金谷さんの車で会場入りしたんですけど、あの、その時にですね、金谷さんが、江村さんについてすごいぼやいてまして、 <laughs> なんかあのー、選手を、えー、ボルクハンだったかな選手を借りる約束してたのに途中で、えー、貸してくれなくなったとでしかも何の連絡もなくとでボルクハンが急に出な,出なくなったとドタキャンみたいになったとで慌てて鈴木さんに、えー、お願いしたら鈴木さんが鈴木さんだったかなあれ誰だったかな ねまあ、なんかそれでまあなんとかなったんだけどみたいなそ前の話かなその活気えー、っとユースピリットの俺引退時代金谷さんの引退試合の前かな前の時のやつだったかな,なんかそれでとにかくそれでええー、怒ってましたね <laughs> ひどいんだよと <laughs> 裏でテーマしてこう出ないようにって言ってたんだよとかっつってねぼやいてましたねまあそれはあの えー、そ,ういうそんなことがございました。で、あの、金谷さんは、あの、エ線あの、井上、遠、えー、ン,ン選手とも仲が良くてですね、プライベートでも。<laughs> で、まあ、いい関係なんですよね。で、あと、天山選手、新日本プロレスだったらね、 天山選手もアニマル浜口ジムからのね、あの、つながりで、一回天山選手も新日、ね、逃げて、出戻りの選手ですからね。その時に、あの、で、逃げた時に、あの、金山さんが説得したらしいんですよね。お前絶対戻った方がいいよって後悔するよって言ってね。そしたら天山選手がまたね、あの、頑張って、 で、再デビュー再、再デビューというか再ま、また入ってね、頑張って今があるというね。金田さんって意外とそういうところがあってですね。で、まあ、あの、ぼやきはね、すごいんですけど、そういうふっふっふっふところがあって。まあ、でもね、あのー、M 田さんも大人げないとこあるんでね、本当僕も、ム村さんとやった時やるときに裏で手回されたことありましたからね。それは気持ちわかるんで、 あの話聞いてましたけどねあひどいですねそれはなんか言いながらね <laughs> 令和 UWF のまでの道は闘志というね感じでございますがまあ今日はねえこんな感じでえ終わりたいと思いますではえちょっとね今日23分えちょうどいいのかなえぐらいになりましたえまた次回の動画でお会いしましょうさようなら 嗯，严肃。